んにちは、日本一の霊能者塩の山ライオンハートの三草クララです。いつもありがとうございます。今日は2022年10月27日です。今日はサンゲイジング、太陽教師っていうのがね、なんかスピリチュアル界隈とか、まあ、あの健康オタクの間で、まあ、私も健康オタクですけどもの間で結構ね、こう流行になっているようで、それでクララさんは太陽教師についてどう思いますかっていう質問をいただきましたので、今日はこの太陽教師についてのお話をしたいと思います。このね、サンゲイジング太陽教師って、まあ、知らない方のために、なんかね、こう朝日が上がったこう瞬間とか、こう夕日のこう直前のこの太陽の光がこう柔らかい時に太陽をギュッと見るで、それをまあ訓練すると、まあ、ちょっとずつ最初3秒とか、だんだんね、5秒とか15秒とか、もうね、ずっとこう見てられるようになる。そうすると、この太陽をね、こう凝視することによって、このね、こう消化体がこう刺激を受けてこう活性化すると、消化体がこうね、活性化することによって、性格が明るくなったり、こう、霊的にもこう上がったり、それから、もういろいろ食べ物をこう食べなくても、こう、不食の人になっていくとか、なんかいいことばっからしいんですけれども、まあ、それについてこう、どう思いますかっていう質問をいただいて、で、質問してくださる方も、もう 100% ね、いいものだと思うのならば、まずこう疑問にも、それから私へのこう質問にもならないと思うんですが、これやっぱり良さそうだけど、今流行してる、知る人は知るだけど、本当これね、大丈夫なのかなっていう、ちょっとっていう気持ちがあるので、こう私に質問してくださったと思うんですが、ちょうど私もまあ、こういうことをしているという人たちがいるということをちょっと知って、驚いていたのと、ちょうどグッドタイミングだったので、今日はね、このお話をしたいと思います。もうね、とことんね、こう彼ら、シオニスト、反キリスト者、DS の人々は、私たちをね、こう太陽を拝ませたい、こういつかはね、破滅する太陽を拝ませたいのでね、こう古代のね、こう壁画なんかにも、このね、こう悪魔みたいなものが、まあ、悪魔神みたいなのがね、こう太陽をこう拝む、そこからこう力をもらうっていうね、壁画とかもたくさんありますが、まあ、私再三言ってるんですけれども、私たちがね、恐れるこうひれ伏す拝むのは太陽ではない。そのこと言ったらね、今ここをこう吸っているこの空気だって、お水だって、それからもういろんなもの、こう今の社会ではね、まあ、私なんか田舎住んでますから、もう車もなければもう生活、まあ、ちょっとしにくいとか、もうあれもこれも大事なんだって言ったら、もう全てこう神、太陽がなくては生きていけないんですけども、他にもなければこう生きていけないものが、もうね、もう水から空から、ま、たくさんあります。これはね、この一つ一つが決してね、こう神ではなく、もうこれらはね、神様が作ったもののこの宇宙のこの一つで、ま、それをこう拝む、ま、それをね、もっともっとこう突き詰めていくと、こう太陽行使になっていくんだと。それから太陽行使、まあ、太陽のね、崇拝で、まあ、一番大きなこう私たちが知ってるイベントっていうのは、こうオリンピックもね、このオリンピックがね、こう日本でこうやってくれたおかげで、私たちはこのね、オリンピックの世界がこうとても汚いものだっていうことをこう知ることもできました。このオリンピックでこう人々からね、
こうすくい上げたこのお金はこう消費税なんかと同じで、これは決してね、あの人々のため、選手のために使われることはなく、まあ使われてもほんのちょっとかほんの一滴、あのこうやって私たちから吸い上げたお金はイスラエル共和国の悪魔崇拝のところに行きます。そしてこれはあのこう宇宙のね、宇宙開発、私何回も言ってますけれども、彼らは本気でね、こう神が創造された宇宙をもう全宇宙をね、こう乗っ取る計画を、本当にね、あの彼らのセルンといいね、あの火星木星のこう開発といい、彼ら本気でやっていますから。でもうありとあらゆる、もういろんな税金からね、それからもう派遣でピンハネする、もうそういうお金もオリンピックから何から、それからあのカルトですね、もういろんなものをこう通して吸い上げられたお金は全部この悪魔に捧げられていますが、その一つが太陽教師。やりたい人は止めませんけれども、あの私はちょっと個人的には怖くてできません。あの私は今度のお誕生日で、いよいよおかげさまで年金をもらう年に、あの先日ね、年金のね手続きの、あの封筒が来たんですよ。それでいよいよね、あの年金をいただける年にこう今度の誕生日でこうなったんですけれども、なるんですけれども、おかげさまでね、まだこう老眼もなくてこう生活できています。あのこの老眼にこう今まだまだね、こう無縁というのは、私これ何回もこれアップして言ってるんですけども、ここで確かね30代の頃にあの名医者さんのコラムを読んで、でみんなね、こう肌の手入れはするけど目の手入れはしない、目もねこの肌と同じようにこう乾燥したり栄養が足りなくなってくると、肌と同じようにこの目のね皮も、あこれねこのあの目のね中もこうシワシワになっていく、そうすると、まあ、老眼とかね目も早く老化するんだっていうのをこうコラムで読んで、それから私ね、あの目薬を朝晩こう欠かさないように、あの 目のねこうケアもこうするようになってきた。それからあの目のケアの一つが、やっぱその頃知ったと思うんですけれども、この肌はこう太陽に焼けてもすぐ回復するけど、瞳が一旦焼けてしまうとこうなかなかねこう回復しない、回復難しいっていうこともあの何かで知ったので、私はもうなるべくこう外に出る時にはもう帽子よりもサングラス、もう運転する時は必ずサングラス、なるべくね太陽のね激しい光から目を守るようにってことも30年以上やってきて、まあ、そのおかげか今のところあの老眼ともまだまだ無縁ですけれども、これをね太陽を見る、ちょうどね私は怖い。それからね、私たちはこう何か、まあ、食事にしてもこういうことにしても、まあ、あの縄文時代にこう遡ればそこに答えがあると思います。それでこのね上 この赤い線から上の方がこう私が住んでいるこう甲府盆地、あの縄文銀座って呼ばれてるんですが、そこから出土されたもので、こちらが東北ですね。このこう人の形、こう 縄文時代のこの人の形をしたもの、これ宇宙人なのか、それともねこう神なのか、何かあのちょっとここねミステリーなんですけれども、こうどれもねこうサングラス、今でいうこうマスクをしている、あこのねこの人たちはこう太陽の光がとても苦手だったんだと思います。そしてこうだんだんね、あの時間とともに、それからこう神のねこう DNA のこう操作もあったと思うんですが、このこうメラニンによってこうだん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 ね、こういう目も肌もこうね、この髪もだんだんこう色を変えて、皮膚をこのメラニンでこう守るようになって、こういうねマスクがなくてもこう今の私たちのようにこう過ごせた。でね、一方この動物たちはこういうねマスクがなくてももう縄文時代からこう過ごせていたということは、このね今も残っているこの縄文土偶が私たちとこうどういう縁があるのか、あのそこは謎なんですけれども、こう少なくとも
この太陽の光をこう遮光する、科学的にこう太陽の光をこう遮光する、まあ、そういうねこう器具をこうつけていたということもね、とても大事だと私は考えています。聖書を読ませていただきます。さらにイエス・キリストは言われた。はっきり言っておく、天が明け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。あ、イエス・キリストはね、私たちがこうね、天が開いて、天が開いて、そこからね、神の天使たちがこう行ったり来たりすることをこう見る日が必ず来るとこうおっしゃっていて、イエス・キリストは太陽からこの天使たちが来るとはおっしゃっていません。こう多分ね、こう時空の違う、この時空がこう開けた、こうね、何次元か分かりませんが、もうそこのこう扉が開いて、そこからこう神の使いが来るとおっしゃっております。このね、こう太陽行司はこの太陽崇拝の者たちのこう最もなる、私は悪い行い、悪い儀式だと思いますが、もういろんなねこうカルトがはばかっていて、まあ、スピリチュアルにもそこがこうふんわりとわからないように入り込んでいる。私はこの太陽行司はとても危険だと思ってます。これやってもね、何でもないって人すごいな、つわものだなと思いますが、まあ、やりたいって人止めませんけれども、いや、私はなるべくこれからも目を守っていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、またこのチャンネルに遊びに来てください。またね、バイバイ、光あれ。寂しい